どれぐらい1ヶ月いや、1ヶ月検診まで出ましたね、うんうん、うちは病院があってそのコルセットが取れるまで出なきゃいけなかったので3ヶ月、あの引っ越しが重なってて産むのと同時に引っ越しだったので3ヶ月同じ病院に通いたいからいたのでもう私も楽になれたし子供も人手のある環境になれるっていう感じ。私も3ヶ月ぐらいで、なんか途中でその仕事復帰もあったり、あとなんか子供が肺炎になっちゃって急に、で3週間ぐらい入院したんですね。でその間のなんか夫のお世話をちょっと実家の母にしてもらって、でその後退院したご飯作ったりとか、でその後に退院してきた後もちょっとダラダラいたら母にさすがにもういい加減に帰りなさいって渋々帰りました。考えたことなかったね。実家に帰った時は旦那さんはどう過ごしてたんですか。最初のその2週間ぐらいはなんか実家に帰ってきてましたね。自分あれなんかお風呂入れたりとかしてくれて。そう、いつ帰るんだろう、この人と思ったんだけど2週間ぐらいさすがになんか家ちょっと家見てきた方がいいんじゃないって言って返しましたけど旦那さんと実家の関係もね、良好、そうですね、すごく良好だったのでまあ、あの来てくれてたからあの夜はさすがに起きれなかったですけどなんか一生懸命彼は起きておむつを交換しようとしてくれるんですけどすごくありがたいんだけどもうなんか、ね、仕事の方も心配だからそんなにねしなくて大丈夫だから私夜やるからいいよなんて言いながら起きてる時はいろいろ思ってくれました、うん、旦那さん起きない問題この間あ泣いてても全然起きないっていう話だそれはなんか、ね、すごいね努力をねしてたなんとか起きてくれようとしてるんだけどいや、そこまでは求めてないんだよ、みたいな。なんか、すごいいじめになってたけど、うん。なんかね、なんか、母親に先になっていっちゃうから、なんか自分が置いてかられてるっていう、こう、焦りが多分あったんだと思うんですよね。そう。だから、あのね、パパに抱っこされて泣いたりとかすると、余計それを感じて、夜はおむつだけでも買えなきゃ。すごい。すごい。自分の実家と旦那さんの関係が良好になるようにこう、ね、あそうですね。変わってたっていうのはやっぱりすごい大切です、ね。そうですね。もう家族もうあの兄弟も私の兄弟もみんなもう兄弟みたいな感じでうちの夫をこうサポートしてくれたので、私がちょっときついことあの誰かサポートするようなそんなこと言って。言ってましたけどだから言いやすかったか発散しやすかったですね。チームワークね、そうチームワークそうですね。チームワーク結構良かったですね。なんか家族みんなでやろうとやりたかったっていうみんなが支えてくれたのでそこで最初の頃の時はすごく助かりました。お産後抱えた方でこうした方がうまくこう実家単位にちょっとこう有効活用できたかなとかこういう感じでもうちょっとこうゆっくりリラックスできたらこううまく活かせたのかなっていうのあったりとかってしますか。なんか私も結局夫もうちの実家に3ヶ月行ったんで、多分食費もかかるしお金にしてって言ったらもうそれでちょっと追い出されちゃったんで、もうあの1ヶ月なら1ヶ月で目安決めておいた方がそうなんか甘えてダラダラいるとさすがに親もちょっともういい加減にしてよってなるんで、うん、ちょっとそこがなんか最後ギクシャクしたなっていうのがありましたね。あらかじめもうゴールを決めてた方がそうですね。その方がなんか、うん、自分の
自宅を今度じゃあちょっと赤ちゃん迎え入れる準備もちょっとずつしてってしてた方が良かったかな。急に追い出されて帰って、なんか部屋が寒いみたいな感じだったんで実家帰ってこれだけは言いたいとか皆さんになんかアドバイスしたいっていうのがあったりとか、旦那さんはどういう風にお父さんになっていくのかな。お母さんはずっと一緒にいるけど、旦那さんはちょっと寂しいかなっていうと、うちは実家にはいなかったです。遠いから仕事があったので、実家が福島で、その時いたのが三重だったので、1週間に1回頑張ってきてたけど、でも頑張ってきてました。一泊して帰れた、土曜日の朝来て日曜日夕方帰るみたいな感じでしたけど、もういる間はずっと抱かせとくみたいなとりあえず振り合わせといて、泣く声もおむつ替えもとりあえずこんなもんだよっていうのを刷り込んでおくみたいなことはしてましたけど、でもいつからそれがその気持ちが父親になるっていう気持ちが芽生えたかは分かんないですけど、でも泣いたら自分から抱くようにいつの間にかになるし、きっと何か彼の中で変化があったのかもしれないけど、いつからなるんですかね女性よりはその親になるっていう自覚を持ちづらいのは自分ですよね。自分じゃ感じられないっていうのは難しいですよね。実家単位編はこれで以上になります。次回は自宅単位編をお楽しみください。